たね。だってウサギがさ、の農業も治んないんですよ、通常は。それがうまくコントロールできてることもすごいことなんですよね。はい、70。さあ、これはもういいんだよ、70番。ね、もうちょっと見ますね。爪って切ってないでしょ。切ってないです。お願いします。どうなんだ。あ、先生だな。そちらの手の内側の毛がもうあの多分よだれ系だと思うんですけど、ちょっとはげちゃって。院長お願いします。はい、何剥げた。30秒ぐらいね。全然暴れないよね。こう写真こっちください。100パワー100ね。スターテッド。さっき見入れたって言ってこの子と見娘じゃないんですか、この子。黄色い下のやつで。黄色いやつ。お風呂くさします。何回させますよ、お風呂。もうやめましょう、じゃあ。効かんくないじゃん、そういう差し方すると。あれ抗生剤だからさ、これ出しておきますわ。これあの、ホウ酸とヒアルロン酸。ホウ酸は弱い殺菌作用があって、ヒアルロン酸メニューで用も出せる。これだったら1日1回でも2回でも3回でも5回でも、耐性菌はできないから。あの、黄色いやつはさ、抗生物質だから、3回以上させないんだったらやらん方がいい。じゃあこちらにします。じゃないと、もちろんの時に抗生剤を使う時に、ウサギさん使える抗生物質めちゃ少ないからさ、効かんと困るんで。ワンクイーンね、出しますね、うん、名前のあれでワンちゃん用だけど、ウサギさんも使えます、あれは、はい、いやごめんね、リスタートした、してない、してない、よし、じゃあリスタート。